ロシアがウクライナ攻撃に初めて大陸間弾道ミサイル ICBM を使用したと報じられています。しかしロシア側はこれを否定、使用したのは新型の中距離弾道ミサイル IRBM オレニシュクと説明しています。ウクライナ空軍は11月21日朝、ロシアがウクライナ東部の主要都市ドニプロのインフラ施設に向けて複数のミサイルを発射したと発表しました。その中にはロシア南部アストラハン州から発射された大陸間弾道ミサイル ICBM RS-26 が含まれていたと報告しています。事実だとすれば2022年2月にロシアがウクライナに侵攻して以降 ICBM を使用するのは初めてであり、人類史においても実戦で使用するのは初です。しかしロシアのプーチン大統領は21日 ICBM の使用を否定、攻撃には新型の中距離弾道ミサイル IRBM オレニシュクを使用したと明らかにしました。ロシア元大統領でロシア連邦安全保障会議副議長のドミートリー・メドベージェフ氏は自身の公式 X で、それがあなたが望んでいたものですか。そうです、よくわかりましたね。極超音速弾道ミサイル攻撃ですと投稿しています。アメリカ側も ICBM ではなく IRBM が使用されたという見解を述べており、米国防省は発射数分前に核リスク削減チャンネルを通じて IRBM の発射に関する事前通告を受けていたことを公表しています。ただウクライナが ICBM と間違えるのには理由があります。ロシアが新たに開発した中距離弾道ミサイル IRBM オレニシュクは大陸間弾道ミサイル ICBM の RS-26 ルベーシュをベースに開発された各弾頭搭載可能なミサイルとされており、詳しいスペックは不明ですが RS-26 に近いミサイルとされています。 RS-26 は2011年に生産が始まった核弾頭を搭載したロシアの固体燃料式の大陸間弾道ミサイルで、弾頭には複数個別誘導再突入体 MIRV を搭載。弾頭の最大速度はマッハ10を超えます。ロシアは RS-26 を ICBM と定義していますが、実際は IRBM としての運用を想定しているとされます。米ロは1987年の冷戦末期に中距離核戦力全廃条約 INF を締結。同条約は核弾頭及び通常弾頭を搭載した射程が500から5500キロメートルの地上発射型の弾道ミサイルと巡航ミサイルの配備を禁止し廃棄することを取り決めたものです。RS-26 の最大射程はこの定義をわずかに超える5800キロメートルです。これは条約に触れないようテストで5800キロメートル先の標的に命中させ、射程5500キロメートル以上が定義となる ICBM に分類し、条約の適用を免れた形です。しかし、その後のテストでは、すべて5500キロメートル未満の標的に命中させており、実際の用途は中距離弾道ミサイル IRBM だとアメリカは批判していました。では今回 ICBM ではなく IRBM を使用したのは条約違反ではないかと思うかもしれませんが、 INF はトランプ第一期政権時にトランプ氏大統領が条約の破棄を表明、2019年8月に失効しており、現状ロシアが IRBM を保有していても問題はありません。条
条約が失効した今、射程をごまかす必要はないので、今回使用されたオレニシュクは RS-26 の射程短距離版の IRBM と思われます。ただ ICBM ではなかったとしても、ウクライナへの攻撃に IRBM は過剰スペックです。 IRBM が発射されたとされるロシア南部アストラハン州からドニプロまでの距離は約 800km。 IRBM の定義は射程3000から5500km であり、オレニシュクは最低でも 3000km の射程があることになります。短距離弾道ミサイル SRBM の射程が 1000km 未満になるので、今回の攻撃範囲は SRBM でも十分射程に収まる距離です。ロシアは最大射程 500km の短距離弾道ミサイルイスカンデル M を保有しており、アストラハン州からでは射程外ですが、ウクライナ国境に近いロシア領内からドニプロを余裕で射程に収めます。ではなぜわざわざ IRBM を使用したのでしょうか。それは西側への警告と推察されます。アメリカ、イギリス、フランスは供与している長射程兵器のロシア領内への使用を容認しました。今週にはアメリカが供与した射程 300km の短距離弾道ミサイルATACMS、イギリスが供与した射程 250km の巡航ミサイルストームシャドウによって、初めてロシア領内の軍事拠点への攻撃が行われました。プーチン大統領は IRBM の使用はこの報復と述べています。また西側の長射程兵器攻撃制限撤廃を受けて、プーチン大統領は核ドクトリンを改定、非核保有国が核保有国の助けを借りてロシアを攻撃した場合、連合攻撃とみなし核抑止力が適用されるとして、核兵器使用の敷居を下げ警告します。アメリカ、イギリス、フランスは核保有国です。今回の IRBM の使用はその一環とされます。中距離といえど IRBM の射程はモスクワからロンドンまで射程に収め、 NATO 欧州全域を標的に収めます。 IRBM の使用は西側のウクライナ支援に対する牽制であり、いつでも EU を核攻撃できるぞという脅しとも取れます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。